という大泉洋さん、ね、はい、美味しく出てくれましたけどね、はい、大人になってほしいと言われてしまいましたよ。なんか反論ありますか。でも僕はいつも大人になりたいんですよね。でもやっぱり、うん、性格ですかね、うん、さっきも一番似てるのちびまる子ちゃんってねおっしゃってました。いやそんなことは僕は言ってませんね違う誰か言ったから そうかもしれないですね、はい、巻き戻してみましょうか。逆に大泉洋さんどうです。大泉洋ですか、僕彼のことあんまよく知らないんですよね僕は初めて、でもなんかこういう時に、ね、褒めるのが大人になることなんですよ。でも頑張ってほしいですね、はい、ということでここまでいまいちですね、はい、ドラマの中身に触れてないような気もするんで、はい、もう一回ちょっと真面目な部分で見どころどこですかね。はい、見どころ、これはもう全部ですよ。全部、はい、はい、夫婦の物語も結構面白いです、うん、本当に僕も自分に帰ってくることが結構あったりして、うん、なかなか面白いのと、うん、久々にだから大人のラブストーリーをやってる、これなんかここまでの VTR のテイストと原田さんのスタジオトークの中身からすると、はい、コメディーかなと思ってしまうんだけど、そうではないんですよね。違いますね。シリアスなんですよね。シリアスですよ、ね、その性格直してそのことさえ分かればいやいやいや、でも本当に面白い、はい、と思います。でもいいドラマになり、うん、そうだ、はい、つぶやきがありましたよ、はいはい、VTR がこのコマーシャル中に、そう、これが非常に実感を込めておっしゃって、もう第1話の出来上がったのをご覧になって、これはいけるという手応えを掴んでらっしゃる、ね、いや面白い、本当に面白いと思いますね。女性の方は思うことは結構あると思いますよ。なるほどね、うん、はい、はい、ということで小早川信之の声今日からスタートということであります、はい、唐田さん今日は番組最後までお付き合いをお願いしたいと思います、はい、あ、そうですか、はい、はいまだ出たらないような気がするんで、ぜひ行っていただきそのままお願いします。